岡原氏です。哀愁を帯びた笛の音とリズムが、あ、これは先ほどの弘前でした、すいません。林掛け声と喧嘩ねぷたならではのじゃわめくお囃子でございます。今日はね、今日とっても暑いので、はい、ね、少しじゃわめな方が涼しくなるんじゃないかなと思ってます。そうですね、じゃわめくならば御所川原の皆さんが一番ですからね。向こうの皆さんも大丈夫ですか？ OK です、 OK です。それでは御所川原の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしく。こんにちは、こんにちは、ごちょうらんでございます。ごちょうらん立ち歌、実際の高さは22メートルございますが、雪公園にもできている立ち歌、見に行かれた方、あら、はーい、あら、まだ行かれてない方、ぜひとも、このステージイベント終わった後、見に行ってもらえればと思います。今回、運行はしませんが、10メートルの、金太郎というねぶたと、運行用の5メートルの小さい立ち歌ですが、スタンを持ってきております。実際の立ち歌、以上の大きさございますので、ぜひお城の方まで足を踏みになって見に来てもらえればと思います。それでは、お囃子の方を始めさせていただく前に、皆様に掛け声の練習をちょっとしていただきたいと思いますので、まず お手と、お声の方の準備をお願いします。リズムの方がっていう風に、そうです、これに、やってまれやってまれという掛け声を合わせていきます。やってまーれ、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 やってまーれ。皆さん、朝ご飯食べましたか？なんかちょっと声出てないなと思うんですけども、もう一回行ってから祭りの方、本番の方始めたいと思いますので、もう一回行きますよ、行きます、せーの、
ありがとうございます。今のが進行のお囃子でございました。それでは、続きまして、戻り囃子、ねぶたが戻ってくるに行われるお囃子の方を、お聞きになってもらえればと思います。進行のお囃子と違って、一人ゆったりとした名残惜しいような、お囃子となっております。また、そういった風を楽しんでいただければと思います。それでは、戻り囃子。これにて五所川原の、パフォーマンスの方を終了させていただきたいと思います。五所川原、立ち絵豚、本当の大きな立ち絵豚の方で、年中無休やっております。来年の4月からちょっと改修工事が行われますので、1年間ちょっと見に来れないというようなことですので、ぜひとも来年の4月までに、五所川原の方にも足を運んでいただければと思います。また本日、この後の、パレードの方、五所川原の方の応援も何卒よろしくお願いいたします。気をつけ